皆さんどうも、高です。今回はですね愛知県の人口42万人都市豊田市の中心市街地を散策した時の様子を動画にアップしてまいります現在映っておりますのが名鉄の梅坪駅になります。こちらの駅はですね豊田市の中心市街地から見て北の方に位置する駅となっておりますですからこの辺りからですね鉄道の中心駅である トヨタ市駅ですとか新豊田駅っていうのが中心駅としてあるんですけれどもそちらに向かってですね、今、映っています国道419号線、まあ、このあと420号だったり153号になったりするんですけれどもこちらを南に進んでいく形といたしますこの国道がですね、市街地に対して南北に通っているような道路になっております。 このトヨタ市ですけれども言わずと知れたトヨタ自動車の企業城下町となっておりましてですねこの道路沿いもトヨタに関係するお店大変多い感じとなっておりますねでこのトヨタ自動車というのは日本を代表する超超大企業でありますからねこの豊田市というのは中京工業地帯の中心的な都市でありそして日本を代表する工業都市であります まあ私は市街地の街並みを見るという活動をしておりますから、まあ、この中心部の商業施設のね、並び具合とか、そういったものにフォーカス当てていきたいと思います。で先ほどまで青木中宇、ドラッグストアなど映っておりましたけれども、こちらに複合商業施設が見えましたね。クロスモールというお店になっているようです。まあ、ユニクロの看板なんか目立ちますけれども、あとセリアや西松屋があるようです。 で道路のの反対側にはルルートインのホテルも見られましたねで。さっきの梅坪駅周辺から歩いてきた感じではですね、そんなに高い建物もなくて落ち着いた都市景観となっている感じで、まあ、お店も少なかったですしね、そういう街並みでありましたけどもだんだんこの辺りとなってきますと割と高めのマンションですとかね、まあ、商業施設も飲食店だったり、まあ、さっきのクロスモールもそうですけども増えてきましたよね。 この辺りでですねだいぶ駅の方に近づいてきているというあの中心駅ですねえそういう感じになっておりますこの町人口およそ42万人ということですけども愛知県内では名古屋市について2番目に多いということありまして、まあ、この辺りも本当にマンションの数っていうのがえげつないぐらい多いですし高さもありますよねで奥の方ね 何やらビルというか商業施設らしき建物が見えてきましたねもうだいぶ駅に近づいているという感じになります、まあ、でもこの国道沿いですとね割と落ち着いた景観といいますかそんなに高さがないっていう見た目になっておりますけども今豊田市駅の案内がありましたこれ名鉄の駅ですけれどもその看板ありましたのでねそれに従ってこちらの通り入っていくことにいたしますそううすするとですね一気ににこのように 高層建築物っていうのが、えー、目の前に広がってくるという形になっております今歩いていますのが県道342号線になりますこちらが駅前の通りになる感じですねご覧のようにタワーマンションとかがねものすごく建っていましてで建物もなかなか新しいそういうふうに見られますよねこちら今映っていますスクランブル交差点もなかなか都会感を演出してくれているような気がしますし この通り沿いに並んでいます建物もですね、ご覧のようにビルの1階にいろいろお店が並んでいるとまあコンビニのローソンだったりありましたけどもそういったものが並んでいるという感じもまた都会的なおしゃれな、ね、景観となっていますよね道路の反対側もこのようにマンションの下に飲食店とかでしょうかね広がっているという感じになっております本当に綺麗ですよね建物が新しくておしゃれな雰囲気になっています 歩道もこのように広くてね歩きやすいと。で、道沿い、プロサッカークラブの名古屋グランパスの選手の写真が飾られていますけれども、その奥にはですね、キタラという名前でしょうか、複合商業施設の建物があって、で、こちら側にはホテルとかスポーツクラブが入っているビルがあると。でそんなことを言っているうちにですね、これだいぶ駅前の交差点に近づいてきている感じになります。 で駅周辺にはですね、建物に沿うような感じでしょうか、こんな風にペディストリアンデッキがありましたので、こちらに上がってみることにしました。で、デッキから見た、これ、豊田市駅前の様子になりますね、駅の東側の景観になりますけども、このようになかなかビルが多くてですね、商業施設、いろいろ入っている感じですよね、看板を見るに、ユニクロとかしまむらとか書いてありましたけれども。 国道で見てきました景観とは打って変わってですね、本当に都会的な駅前の様子になっています。まあ、こんな風に電車も見えまして、で駅からね、見えまして、かっこいいですよね。で、駅側から見ると、またこの豊田市の都会っぷりっていうのがね、わかる、そんな景観になっていましたけども、一回ですね、この豊田市駅の建物の中に入ってまいります。まあ、入るというかね、これを抜けて、 えー、駅の西側ですねに行くという感じにいたします自動改札の数多いですから利用客の数も多いんでしょうかで横をファミマも見えましたけども、まあ、人口が多い町ですからねその分ラッシュ時間帯みたいな時はまた駅の中ね人でごった返したりするんでしょうかで豊田市駅の反対側に来ましてもまだまだデッキが続いていましてねご覧のように デパートなどの商業施設が目立つそういう景観になってきましたなんとなくこのデッキ周辺の様子ですけれども少し東京の多摩地域を思い起こさせるような大都市から少し離れたところにある街みたいな雰囲気を感じさせられますまあ名古屋から電車で1時間ぐらいですか実際そうですからね で、デッキの下を通っている道路沿いは中層建築物が並んでいる感じになりますねで、これ右側の建物 T フェイスみたいな書いていましたかねまあその松坂屋とつながっているファッションビルという感じでしょうかでその辺りをさらに西に抜けていきますとねあはいまあこんな風に振り返ってみますと松坂屋が大変目立っていまして奥の方には東横インだったりあとカラオケ店もありますね 中層建築物が数多くこの辺り見られますけれどもあんまりごちゃごちゃした感じがなくて落ち着いた景観に見えますそしてその辺りからさらに西の方に目をやりますと、えー、今映りました愛知環状鉄道の新豊田駅ですねそちらが見えるという感じになっておりますその駅の西側に広がる市街地に関しましては割と落ち着いた街並みになっているっぽいですので 先ほどまで歩いてきました国道の方に戻ってきましてこれから国道425153号の方を南に進んでいく形といたしますこの駅前の交差点からですねまた東の方に進んでいきますと先ほども取り上げました名古屋グランパスですねのホームスタジアムでありますトヨタスタジアムがあったりするとそういう場所に行き着く感じになっているようです さっきその辺りを映したちょっと奥の方にスタジアムの建物ちょびっとだけ見えたんですけれどもお気づきになりましたでしょうかということで国道南の方に進んでまいります、まあ、マンションとかいくつか見られますけれども駅前に比べるとなかなか落ち着いた景観となっていますよね、まあ、少し奥の通りに目をやりますとちょっと老舗っぽいお店が並んでいるエリアとかね駅前の方にはあったり ローカルな景観が広がっているそんな裏通りになっている感じでしたねで今映した交差点の奥に大きめの建物見えていましたがこちらがホールになっているっぽいですね 豊田市の市街地というのはなかなか広く広がっていますから大きめの建造物というのももしかしたら建てやすいのかもしれませんね、まあ、市街地が広い分ですね鉄道だけでなくバスなどの公共交通機関も充実しているらしいです、まあ、基本的にはこういう街ですから自家用車で移動される方が多いようですけどもねで道路沿いですが牛丼屋さんがあったりお城の形をしたカニのお店かな みたたいな飲食店が見えたりで通りの奥の方に目をやると高めのマンションが並んでいたりというね感じの景観だったんですがこちらねイイオンスタイルがが堂々と立っている場所がありましたまあこの辺り先ほど映した鉄道駅からそんなに距離ないんですけどもその駅前のねビルがずらーっと並んでいる都会的な景観とは違ってほともう国道沿いに郊外っぽく。 ロードサイド店舗っていうのが並んでいたりとかね大型の商業施設が堂々と建っているというそういう街並みになっていますそのイオンスタイルの周りはですね本屋があったりゲオが見られたりこちらも牛角がなかなか大きめな建物で建っていますねでその反対側には今映っていますようにドン・キホーテあメガドンキですねの建物が見られるという感じになっています まあこの辺りですから、本当に高さのある建物がまた一気に少なくなってきましてね、こちら警察署はそこそこ高さありますけれども、ご覧のようにカラオケ店とかダイソーとか映っておりますが、高さがない代わりにね、かなり広そうな敷地を持っている、そういう商業施設が広がっている感じがします。この辺りも釣り具屋さんがあったり、飲食店があったり、 そして、えー、洋服の青山なんかもありまして完全に郊外の雰囲気をまとっていますねこちらも吉野家そして奥にはやはり本当にトヨタとかね自動車関連のお店っていうのが多いですねでその中にセカンドストリートが混じっていたり、まあ、イエローハットとか見えますけれども、まあ、トヨタにかかわらず自動車関係のお店というのが多いような気がいたしますでくら寿司が見えたりとかね えー、丸亀製麺とかこの辺り見えたりしましてで大きめのマンションがあったりとあとこちら側にはニトリがあったり奥の方にはですねブックオフなんかも見えておりますこの辺りはちょっと道路が坂状になっている感じがしますでしょうか、はい、こんな風に大変大きなマンションが目立っていまして、えー、ニトリとその奥に、はい、このようにブックオフがあるといった感じになります でこの辺りでですね、ちょっと国道を離れることにいたします。この国道の西の方にですね、私が利用したい鉄道駅がありまして、そちらに向かって、えー、歩いていくことにいたします、はい。この辺りで国道とはお分かりです。持ち岸とか移って、ま,あ、また、えー、落ち着いた景観となっていて、さらにね、まだ南の方にも商業施設あるっぽいですけども、 これは見ずににですす。ね、ちょっっと裏の通りに入っていきますで国道を離れますとなかなかローカルな景観がこのように広がっていましてお弁当屋とちょっとローカルなコンビニエンスストアでしょうかそういったものが見えたりあとその周囲はですね、小さめのアパートとか、まあ、こういうい個人商店とかが多いですかね、えー、そういったものが見える大変落ち着いた景観となっています。 ということで、電車の方映りましたけども、こちらが名鉄の電車と線路になっている感じです。今映りました建物が名鉄上も駅です。地名の豊田市ですけども、以前はこちらの衣市という名前だったそうです。駅の建物なかなか古そうなんですが、駅前の駐車場にはなんか先進的な車が止まっていましたね。 で、うっかりこの駅から名鉄の電車乗りそうだったんですが、この時は愛知環状鉄道のこの新上頃も駅から電車に乗らなければいけなかったので、急いでこちらに移動して電車に乗ったという形になります。ご視聴ありがとうございました。